はい、本日は成本俊英投手、千葉ロッテマーリンズでございます。ロッテの抑えでね、活躍して、当時、成本俊英、河本康之のね、ダブルストッパーね、ほんとパ・リーグでね、強力なものだったわけでございます。成本投手は兵庫県西宮市出身でね、甲子園球場に自転車で10分ぐらいの距離で、子供の頃はなんか阪神子供会に入ってね、こちらのお写真、掛布正行選手のファンだったということでね、中学時代はね、サードを守っていたらしいんです。まあ、ちなみにね、コーダは右投げ、右打ちなんですけどね。高校は地元の西宮東高校、部員が12人しかいないということで、ね、まあ、ピッチャーをやることになったわけで、まあ、3年ね、夏の大会ベスト16までストレートの、ね、最速も138キロということで、ね、まあ、そのあたりから、ね、ちょっと注目されるようになったわけなんですよ。高校卒業後は京都産業大学へ進学。お写真ないんでね、こちらね、今年日本ハムに入って、ね、活躍しました北山投手のものなんですけどもね、まあ、怪我なんかもありまして、4年の、ね、春に6勝、そして、ね、4年の秋には、ね、優勝で、まあ、大学時代は10勝3敗という、ね、成績を残されているわけなんですね。大学卒業後は社会人野球、大阪ガスへ進まれるわけなんですが、これまたね、ちょっとお写真ないんでね、楽天のね、小深田選手のね、大阪ガス時代のものなんですが、2年目にはエースになりまして、都市対抗にも出場されているわけなんですね。そして1990年ドラフト会、松井選手がね、ちょっと人気の年じゃないですか。そんな中ですね、成本投手をね、ロッテ2位指名なんですがね、まあ、ロッテはね、2位でね、オリックスの金田投手を指名したんですけど、まあ、強豪ということで、まあ、外れ2位ということなんですけどね、まあ、この年のね、ロッテの指名選手ね、その時ね、当時思ってたが、なんでこんなピッチャーばっかりやねんっていうね、記憶がございますね。ロッテの、ね、1位は、ね、来たるスカウト部長も、ね、絶賛した、ね、武藤純一郎投手が、ね、1位なんですけれどもね、まあ、武藤投手と、ね、成本投手は、ね、同級生同い年ということでね、ライバル心を、ね、成本投手は、ね、当時持っていたんですよ。1年目、その武藤投手が、ね、12試合で、ね、2敗に対しましてね、成本投手は、まあ、主に中継ぎということでね、37試合に登板、1勝4敗 3.23 という、ね、成績を残されるんですね。そして2年目はね、抑えを任され47試合で3勝6敗19セーブ 2.73 の、ね、活躍をされ、そして迎えました3年目、この年も、ね、抑えで活躍するんですがね、この9回ね、ヒルマン選手が佐々木選手にね、ちょっとヒットを打たれてしまうわけで、そしてね、迎えるバッターは清原、今度ね、右バッターじゃない、そこでね、バレンタイン監督出てきまして、この時はね、80番ですね、小花コーチがね、これも懐かしい、そしてね、成本投手がね、上がるわけなんですよ。9回1対1のね、場面での成本投手がリリーフなんですがね、成本投手ね、ここまで7試合でね、5勝1セーブと、そして迎えるバッター、清原和博、ここはね、佐々木の足を警戒で、まあ、牽制ですよね。そしてね、清原に初球をね、投げるわけなんですよね。なんかね、打ちそうなね、雰囲気でね、ありますよね、清原選手。そして投げた初球、清原空振り、佐々木スチールをね、試みもね、タッチアウトでございます。ランナーがね、なくなったんでね、いいですよね。そしてね、ファールで2ストライクと追い込む。ほんとね、成本投手ってね、こう丁寧にね、投げる印象がありますよね。これなんかもうね、低めでね、釣り玉振ってほしいなっていうところじゃないですか。ほんとね、この年の成本投手ってのはね、もう本当にね、丁寧にね、投げるピッチングという感じでね、この年はですね、44試合に登板、9勝3敗21セーブ、防御率ね、2.00 とね、素晴らしい成績でね、抑えのね、重責をね、担ってくれたわけなんですよね。ここはですね、清原、一発はもちろんね、まあ、ヒットでね、出塁というのもね、嫌な場面じゃないですか。そこ、見事ね、空振りの三振でございます。こちらね、スローで出てきますが、これ結構ね、真ん中に行ってません？それで振っちゃうんですね。そして迎えるバッターは、今度は柿内選手ですね。ツーアウトなんでね、ここもね、柿内のね、一発は警戒したいところですよね。ファールでね、ワンエンドワンとなりまして、ちょっとね、真ん中に行ってるけど、ファールで稼いでるんですかね。そしてこの低めの球っていうのがね、なかなかね、丁寧ですよね。あ、今のね、スイング捉えたんですね。柿内三振でね、連続三振ですね。この年はね、ダブルストッパーのもう一方、サウスポーね、河本康之投手もですね、40試合で4勝3敗10セーブ、防御率がね、1.64 とね、大活躍されてね、やはりね、この2人っていうのはね、当時ね、すごいなって思っていたんですよ。そしてですね、河本投手のはね、別の動画こちらにね、ございますので、よろしければね、見ていただければと思います。そして4年目も抑えで活躍、45試合に登板、7勝6敗23セーブ 3.32 でね、この年は最優秀救援投手を獲得。そしてですね、年俸もね、1億円プレイヤーになるわけなんですね。しかし5年目はね、肘を故障してね、まあ、2勝に終わるわけなんですが、オフっていうかね、9月にトミー・ジョン手術をね、受け、そしてね、翌6年目はリハビリ、
そして7年目はね、今度は先発調整しましてね、8月20日のね、近鉄戦でね、見事ね、先発で、ね、勝利するわけですが、まあその年はね、その1勝で終わるわけなんですがね、8年目となります2000年はですね、まあわずか1試合の登板ということでね、オフに戦力外通告を受けるんですね。そしてね、そのオフにはね、投手再生に定評があります、左側の阪神タイガース野村克也監督、そしてね、中央に映っているのがですね、八木沢総力ピッチングコーチなんですがね、ロッテ監督時代にね、成本投手と接してたということで、このお二方がいる阪神タイガースに絞りまして、テスト入団という形でね、阪神へね、入るわけなんですよ。こちらお写真はですね、新庄選手がですね、投手挑戦してるっていう時のね、ブルペンのね、お写真ですね。そしてオープン戦7試合に登板してね、4セーブ、防御率ね、1.29 という成績でね、開幕からね、抑えをね、任されるわけなんですよ。このね、阪神のゲーム、延長12回で1対1という場面でね、左の高橋由伸に対しましてね、弓永選手がね、三振切りという場面ですよね、サスポー。そしてですね、次が右バッターということで野村監督出てまいりまして、で登場するのは成本投手でございます。まあね、プロ9年目ね、33歳の年になるわけなんですがね、ここまで19試合で1勝12セーブ 1.45 とね、見事な抑えでのね、活躍ぶりですよね。さあ延長12回表ワンアウトからね、対戦するバッターはジャイアンツ村田選手でございます。ここね、村田ファールで追い込みましてね、2ストライクですよね。ここね、低めに丁寧ですよね。やっぱりそうですよね。ちょっとね、落ちる球でね。まあ今のはちょっとね、ハキッとしたボールになるわけなんですが、ほんとね、低めを攻め、おお、これ見逃しの三振。アウトローにね、見事にね、決まりましたね。こういう三振ってね、見てて気持ちいいですよね。スロー出ますけど、ピッチャー自身もね、ほんとね、気持ちいいんじゃないですかね。そしてね、9番の木村ピッチャーですけどね、まあ、ここはね、ショートゴロ、ちょっと深いですけれどもね、アウトでね、切り抜けるわけですね。成本投手のね、阪神移籍1年目の成績は45試合で3勝1敗20セーブ、防御率 2.34 でね、成績でね、見事ね、カムバック賞をね、受賞されるんですね。そしてね、2001年のオフにはね、阪神球団さんに監督のことでね、ちょっとね、吸ったもんだありましてね、星野慎一監督ね、登場ということでね、まあ、若返りなんかも図って、ちょっとね、血の入れ替えとかいろいろやれてたじゃないですか。ということでね、まあ、10年目のね、2002年はね、なんとね、1軍登板なくね、ずっと2軍暮らしだったんですよ。まあね、野村監督がね、そのままね、続けていたらなっていうところはね、ありますよね。阪神を戦力外になりました、成本投手。プロ11年目はね、ヤクルトへ移籍するわけなんですが、まあ主にリリーフで32試合まで、ね、勝ち負けはなかったんですが、しかしながらね、翌年12年目のね、2004年はね、わずか7試合の登板ということで、またまた戦力外になるんですね。そしてね、2005年にはね、台湾球界統一へね、移籍するわけなんですが、6試合2勝2敗 3.90 でね、この年でね、引退されるわけなんですね。何事同士、通算成績が271試合で26勝20敗、83セーブ、防御率 3.33 の成績で最優秀救援投手のねタイトルを1回獲得されております。本日は千葉ロッテマーリンズ抑えで活躍いたしました成本投手、秀投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では